元気いいな。だが何か忘れちゃいないか。いったな。ハンドルはなるべく切らないで曲がった方が早いのか。なぜだあの野郎、最初のカウンターで鮮やかにクリアしてくる。けど俺はタケシのように甘くはねえぜ。要は勝ちゃいいんだよ、どんな手を使ってもな。わざとやりやがったな。てめえみたいなカスには絶対負けねえからな。このまま負けたら俺はチームの中で笑い者だ。たとえ引き分けに持ち込んでも俺のメンツは保ってみせるね。このバトルの結果はダブルクラッシュといこうぜ。